ゆっくり見てってね。これはとっこれ、これもういいの？何を鍛えるの？では始めましょう。完成よ。それじゃあね。今日はどんな用？それじゃあね。
何かある。なんだかちょっと息苦しいな。高い場所なのでおそらく空気が薄くなっているのでしょう。苦しい時の呼吸法知ってる。それは少し違う気が。古代史もう怖くない。おう、バリバリ進もうぜ。よいしょ。宝箱だ。うるさいです。サード、うるさい。頼みます、サード。お宝Let's go.
くっ、とよいしょ。一息つけそうだな。だいぶ高いところまで登ってきたな。ええ、稜線に出ましたし、頂上まであと少しのはずです。リコッタちゃん、どうしました？空から何か来る！主といったところでしょうか。この様子では今回は見逃してくれそうにありませんね。いざ尋常に勝負。Oh!
攻撃は効いているはずですが。それでもリコッタ押し通る。父上に会うために。おお、そうだ、アドル、やってやろうぜ。はっ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 ましょう。島の北部がどうなっているのかようやくわかるはずです。この世界そのものです。こうして見る限りやはり陸地は見えませんね。しかり島から出るには船が必要。お、遺跡のようなものも見えるな。ありゃあどう見ても人が作ったものだと思うんだが。確かにそれもかなり規模の大きな遺跡のようです。この地に町でもあったのでしょうか。海水が滝みたいに流れ落ちてる。とんでもない場所も見えるぜ。まさか島の北部がこんなことになってるとはな。下、大きな木ある。お、確かに。というか、あれは本当に木なのか。でかくて森のようにも見えるんだが。ここから見た限りでははっきりとしたことは言えませんね。